ザンダー・シャウフェレ、世界トップクラスのゴルファー。常に勝利を追求し、どんなプレッシャーをも力に変える男。彼がまとうウェアはただの装備ではない。それは勝利へのデザイン。ザンダー・シャウフェレと共にさらなるレベルへ。デサントは着る人の心と体のベストパフォーマンスをデザインする。デサントゴルフ、ザンダー・シャフェレ。この時間はズームアップ。毎週木曜日は科学です。夏真っ盛りでね、はい、各地で花火大会が行われておりますが、一方でその花火大会中止に追い込まれているところもあるということなんですが、その背景には何があるのか、ズームアップしていきます。はい、毎日新聞客員編集委員の本村由紀子さんです。本村さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。花火大会行きました？なんかね、うん、暑いでしょ。そうですよね。まあ、夏の予定全部最初にまずそれきますよね。暑いからさ、暑いよねって言いますよね。でもなんかいろいろ花火大会って納涼花火大会ってよく言われてますよね。そうそうそう、言われますけど、はい、あれはもうかつてはやっぱり花火を見て涼しくなろうっていうことだったんですかね。そうなんでしょうね、多分ね。夕暮れ時から夜になるっていう ね、夜になると涼しくなってたんでしょうね。はい、しかしこの間はもう筑後川花火大会、ね、はいはい、そうですね、盛大に行われたというニュース見ました。365回ってすごくないですか。ね、歴史がありますね。水天宮さんのお祭りとしてね、歴史がありますよね。まあ近年はね、ちょっとその様子が変わってきてるという話が毎日新聞に載っていました。はい、鳴門市、徳島県鳴門市の花火大会は、今年中止になりまして、まあその、まあ原因というか、はい、住民からの申し出だそうですが、はい、花火の燃えかすで、車が汚れる。ね、まあ眺めて綺麗なんですが、そのね、細かい灰みたいなのがこう流れていきますよね。結構ありますね。風下にね。はい。で、まあ、その、まあ、申し出がたくさん、寄せられたと。で、今までは、はい、その、まあ、申し出があって汚れましたっていうところには、市の職員が自ら出向いて、で、車の掃除とかをしていたんだそうです。それもちょっとびっくりするんですが。そこまでしますか。はあ、うん。そう。でね、もうついにそれをもう、まあ、中止っていうことになったのは、うん、近年は新築のお家に屋根にソーラーパネルが、はい、太陽光発電のソーラーパネルが設置されることが増えてきて、で、さすがにちょっと車だけじゃなくて屋根まで上がって掃除できないでしょうってなって、そこで、ま、ちょっとためらったということが理由なんだそうです。それだけ民家と花火の打ち上げ場所近いっていうことですか、ね。近いということもあるんでしょうね。で、その安全が確保できる、まあそういうことがないような場所に移動すると、今度は山林火災っていうね。それは危険ですね。山火事が。はい。まあそこでもうちょっと追い込まれてしまいましたということなんですね。なるほど。千葉県の船橋市でも、やはり、海上付近の港に停泊しているプレジャーボートが汚れる、はい、あるいは焦げ付くというようなことがあって、中止を決めましたし、まあ、同じような埼玉県狭山市とか兵庫県三田市、このあたりでも、今年は見合わせるということになりました。今までもあったでしょうけれども ね。やっぱり、そういうクレーンなんか声が大きくなってきているっていうのはあるかもしれないですね。ですね。さらに、埼玉県草加市とか長野県の諏訪湖畔で開いている花火大会も、こちらはね、ちょっと違う理由で、まあ、花火大会となると大勢の人が来ますよね。で、雑踏警備が大変ですよね。そうですね。で、警備員を雇うんですけども、はいはい、人手が集まらない。今そうらしいですよね。各地、集めようとするとお金がかさむ。で、赤字が必至ということになって、
なかなか、これは、まあ、お金、金銭的な面ですか、安全確保のための費用が賄えない。久喜の海、若松の、ね、久喜の海の花火大会もね、確か、そういう話が出てましたよね。存続が危ぶまれたのは、やっぱりその警備費などの高騰も一因でしたよね。でも結果、お金が資金が集まったんで、開催はできましたけどね。はい。結局、もう最近はだからその費用で賄えるのであればということで、クラウドファンディングなどをやって、まあ、あのね、皆さん、あとその、ほら、個人、なんか、よく見える場所を指定席にして、そこを5000円で、あのね、チケットを売るというような。進んでますよね、はい、ですよね。まあ、まあ、伝統的に続いている花火大会だったり、それからそういうふうに、例えば、慰霊の意味があったり、こう、その神事と結びついているようなところは、やっぱり、そう簡単にはね、やめられないというのが、実情ですよね。まあ、そこで、まあ、続いてほしいとは思うんですが、ちょっとお話を変えて、花火の原料である火薬。これ江戸時代には人のおしっこからできていたということをご存知ですか？また随分変わって。初めて聞きました。本当？本当？本当ですか？できるんですか？私の嘘つく言うわけないじゃないですか。科学者ですからね、嘘でしょっていう意味じゃないんですけど、信じがたいというか、にわかにはね。そうだったんですか？できるんですか？日本に火薬が伝わったのはポルトガルから、火縄銃とともに伝わったと言われてるんですね。鉄砲伝来の。でも当時ね、当時その火薬を潤沢に輸入するっていう技が日本にはなくて、国産を模索しているわけですね。で、その中で生み出された製法をちょっとご説明しましょう。土に、おしっことか、あと、糞。まあ、家畜、まあ、蚕とかのね、糞を。なるほど。埋めます。はい、はい、はい。で、排泄物にはですね、窒素がたっぷりと含まれてるんですよ。はあ。で、その窒素が、土の中の微生物の働きで、発酵するんです。ほう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 。で、そうすると、それが硝石っていう物質に変わるんですよ。ほう。だから、まあ、おしっこだけじゃ無理なんですけども、そのおしっこと微生物の協力で、ほう。硝石っていうのができて、で、その硝石っていうのを、今度は木の灰とか、アクって、いわゆるアクってあるでしょ。はいはいはい、灰汁と書いてアク。はい。そうそうそう。あれと結び、まあ、混ぜるとか煮る、一緒に煮ると、ほう。できるんですね。火薬が。なんか、料理のレシピみたいに言いましたね。そうなんです。そうなんです。煮込んだらできるんですね、合わせてね。材料に尿が使われていたって。そう。なんかでも、誰が発明したんでしょうかね。煮込むっていう、そのなんか、水分と火薬が結びつかないですよね。そうですね。イメージ、ね。まあ結局そこで煮込んだ後にちょっと沈殿するものがあって、それが、まあ、火薬の原料になるということなんですね。世界文化遺産の富山県五箇山の合掌造り集落っていうのがあるんですけど、あそこにはその、製造跡を見せる資料館がありまして、へぇ五箇山の合掌造りってぐらい。上で、3階では養蚕、蚕を飼って。はい、はい。ね。ええ。で、1階は、いろりがあって。はい。で、いろりでこう火を焚くことで、ほら、虫が湧くの、かやぶきの虫が湧くのも防いでたっていう作りになってるんですけど、そのいろりの床下には実は、硝石の、その、製造工場がありまして。ええ。そうだったんです。知らなかった。その床下に、床下土ですよね。はい。そこにすり鉢状の穴を掘ってですね、そこに土、それから、3階で、育ててる蚕の糞。はい、はい。それから鶏の糞。うん。などをこう積み重ね、そこに溜めてですね、人間のおしっこを大量にかけまして、で、寒い日はいろりの余熱で温めながら5、6年かけて、作るんです。5、6年うわでもそれはすっごく重要で、
まあ、その五箇山が、まあ、そこで作ったものをですね、加賀藩に納めるんです。はあ、金沢、ね。で、加賀藩は、火薬製造を藩の、もうドル箱の産業として。はあ。ね、火薬はまあ花火だけじゃなくて戦争に使えるでしょ。うんうんうん、はい、そうですね。だからそれをね、お江戸に売って。はあ、はあ、はあ。大名に売って、はあ、で、儲けていたっていうんですよ。へえ。なるほどね。いや、必要は発明の母ですよね。いや、そうですね。まあ、最近はそれはやってないと思いますが。さすがにですね。さすがにちょっとそこまで手間をかけてないと思うんですけど。かかりますよね。今もでもね、そう言って、まあ、そうやって作られてるっていうか、その、はい、黒色火薬っていうのは、花火を打ち上げる、上空に打ち上げる時の、はい、揚げ役の、として必ず使われているそうなんですね。へー。まあ、なので、まあ、いろいろ柔軟続きの花火大会ですが、花火を見るときは、そういった、私たちが排泄したものの存在も含めてですね。うん、そうですね。まあ、バイオテクノロジーと呼んでもいいと思うんですけど。なるほど。ね。そのこともちょっとお忘れなくと言いたいです ですね。はい。そんな背景があるなんて知りませんでした。いろいろ教えていただいて、本村さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。毎日新聞客員編集委員の本村由紀子さんでした。プロゴルファー、ザンダー・シャウフェレ。絶え間ない挑戦と限りない成長のために。その一打をさらなる高みへと導くのはクラブだけではない。ザンダーシャウフェレが選ぶデサントゴルフのウェア。デサントゴルフ、ザンダーシャウフェレ。